ない。自分たちは7月の参議院選挙、亀井さんの言葉を借りると、港区側の戦いに向かっていく。楠木800名の手勢が足利10万に向かっていく。我が党は9人しかいないんです。だけどこの9ヶ月間、外国人参政権を体を張って阻止してきた。この先の状況を作れるのは日本人、日本の歴史を守ることができるのは先人たちの思いを消してしまわない、これからの日本を子供たちのその先の世代に美しい国として伝えていくために、皆さん方が今この力を合わせてもらわないといけない。そのこともお願いして、自分からのご挨拶とします。皆さん一緒に頑張りましょう。お願いします。そしてその先の戦いで日本人のための政治を作る、その状況をできるのは皆さん方日本人しかいない。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。俺たちありがとうございます。